すまない。つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事は、そういった輩を払ったり退治したりし、横島な者から民を守ることなんだ。おお、御法夜叉のことを知っているとはな。僕は彼をとても尊敬しているんだ。長年にわたり、御法夜叉と奉仕は表と裏で共にリーユへを守ってきた。ああ、すまない。少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくり来ないか。いや、気にするな。では最近、周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや、大丈夫だ。よくあることだから。ならば、今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも、妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会。仲のいい方と共に、その度胸をお試しあれ。最近、夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現。飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今、僕の気になっている手がかりだ。しかし、肝試し大会が開催されるような地ならば、そこには何かしらの怪異が関わっているのではないか？この肝試しは、奉仕としての試金石になるに違いない。きっと妖魔退治に必要な力と意志を試すものになるはずだ。それとも、僕の解読が間違っているとでも？やはりこの中では、肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように、肝試しが行われるような地には、何かしら怪異が絡んでいたりする。妖魔が潜んでいるに違いない。だが、この肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。仲を深める？よくわからないが、それと妖魔に何の関係があるんだ？とにかく、もし時間があったら、僕と一緒に参加してみないか？お前は肝試しについて、僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が、妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう！共に参加してくれる人を探してたんだ！そうと決まれば、早速行こう！もし開催地に妖魔が出没するようなら、本当に危険だ。動くべきだ。
皆様どうかお気をつけください。中に入ったら周りをよく観察して気をしっかり持つんですよ。そして肝に銘じてください。決してお連れ様を一人にしないこと。一人になると余計怖くなりますからね。見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ、大丈夫ですよ。恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああそうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き出して肝を太くする飲み物です。それに普段では見えないものが見えるようになったりします。ほら、ワクワクしてきませんか。陽気だと。鬼といえば陰、そしてそれを払うのが陽です。つまり陽気が必要となってきます。そんな飲み物聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか。それとも何かの薬剤。そうなのか。なら、なぜあの者はあそこまで大げさに言うんだ。にしても、万が一この飲み物に陽気を引き出す力があるなら、僕にとってはかなり危険だ。僕は、純陽の体という希少な体質の持ち主なんだ。この体質は、周囲の妖魔を追い払ってくれる反面、そのせいで僕の情緒も不安定になりがちでね。普段は暴走しないよう抑えてるんだ。外部から余計な刺激を受けない限りは。そっちのお兄さん、その顔どうやら疑ってますね。この飲み物が信用できませんか。美味しいし効果も抜群ですよ。何も心配はいりません。ではこうしましょう。どちらか片方が飲んで、飲まなかった方を守るというのはどうです。面白そうではありませんか。せっかくの行為、無下にはしにくいな。飲み物はこちらです。さあどうぞ、ゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ、2名様入ります。飲み物を飲んだら、なんだか…いや、なんでもない。早く先に進もう。ここが肝試し大会の会場か。想像以上に人が多いな。もしこの場に本当に妖魔がいたら、皆が危険だ。念入りに調べないと。今のところ特に異常はないが、もっと周りを探してみよう。何か手がかりがあるかもしれない。参加者たちは危険があると微塵も思っていないようだな。彼らを守ってやらないと。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。そうか。一理あるな。確かに僕はあまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきた。それに普段から妖魔退治と法術の修行に時間を費やしてるしな。修行だけじゃない。自分の感情の起伏を抑えて体が暴走しないよう注意して生きてきた。だから遊んでる暇もなかったし、皆がどうやって遊んできたかもよく知らないんだ。さあ、早く妖魔を見つけよう。どこから調べる？
のに。そう怒るなって。ほらここから出ればいいだけの話だろ。はあ、もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどな。それとこれとは別。すまない、盗み聞きするつもりはなかったんだが、ひょっとして妖魔に遭遇したのか。僕たちは妖魔を探しているんだ。もしよかったら詳しい話を聞かせてくれないだろうか。あんた誰よ。別に何も見てないわよ。何も知らないから私に聞かないで。お願いだから放っておいて。妖魔にも幽霊にも関わりたくないの。ああ誤解だ。僕はただそれの見た目と行方を聞きたいだけで、説明しにくいなら道を案内してくれてもいいが。道案内？私をどこまで連れてくつもり？いや、僕らが連れていくわけでは、案内をしてほしいだけで。絶対に嫌！はい、そこまで。それ以上言っても彼女の誤解が深まるだけだ。怖がってるのがわからないのか？そんなもん探したければ自分で探してくれ。すまない、悪気はなかったんだ。まさか怖がらせてしまうとは。そうなんだ。だからお前たちが遭遇した妖魔を見つけ出し、被害が広がる前に始末したいだけで。奉仕が妖魔退治のために肝試しに来るなんておかしいだろ。ま、事情は分かった。だが俺らは妖魔なんて言葉一言も言ってないぞ。そっちの勘違いだ。俺はただ彼女と遊びに来ただけ。ただま、こいつが怖がってるからもう帰るけど、お前らが探してるようなもんは見てない。強いて言うなら、変な音を立てる黒い影を見たくらいか。礼を言う。それだけわかれば十分だ。どうやら、何かがこの地に潜んでいるのは確かなようだ。だが、なぜ怖い思いまでして、こんなところへ遊びに来るんだ？奥が深いな。僕は妖魔相手に恐怖を感じたことがないから、その気持ちを理解できそうにない。だが一つ分かったことがある。それはお前がすごい奴で、ここに誘ってよかったということだ。とにかく、他の場所を探してみよう。もうこれ以上つきまとわないでよね。そこまで拒否しなくてもいいじゃないか。とりあえず落ち着いてよ。ほらそんな怒らないで。もう知らない。一体何考えてるの？待て、それ以上動くな。もう大丈夫、怖がらないでくれ。今払ってやる。払う？あなた誰？何を言ってるの？あれ？人間だな。すまない、早とちりしてしまったようだ。あまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われているのかと思ってしまった。彼女はただ怒っていただけで。何が怒っていただけよ。誰のせいだと思ってるの？私たちデート中なのよ。なのにあなたと来たらただ入り口をうろうろするだけ。それじゃあ肝試しの意味がないじゃない。悪かったよ。それに今はこうやって一緒に歩いてるじゃないか。いやごめん、本当はちょっと怖くてさ、わざともたついてたんだ。僕が悪かったよね。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだったか。思わず飛び出してしまった。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。お願いだ。いいわ、私も大声出してごめんなさい。いいんだ、気にしてないよ。君は僕の大切なベイビーなんだから。やだ、急にどうしたの？もう。
ただの恋人同士のようだな。うん、こんな危ないところまで来るなんて。邪魔しないでおこう。ベイビーが嫌ならハニーはどうかな。もう口ばっかり。間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには二つの可能性がある。一つは妖力が弱いから、もう一つはかなり前にここを立ち去ったからだ。どちらにしろ僕の予想通り、ここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、無謀の丘がこんな風になったのには様々な言い伝えがある。だがどれも根拠に欠けていてな。まあ、このように変わってから妖魔を引き寄せるようになったのは事実だが、さて、痕跡も見つけたし、これで妖魔に一歩近づいたな。すまない、急に気分が悪くなってきた。少し休んでもいいだろうか。さっきの飲み物が原因かもしれない。体の中の陽気がざわついている。もし陽気が暴れ出したら、僕は自分の体を制御できなくなる。お前がいるから安心だが、極力迷惑はかけたくない。仮に制御ができなくなったら、妖魔よりも厄介なことになる。どこか休憩できる場所はないだろうか。すまない、面倒ばかりかけて。この激しい感じ、かなり危ういかもしれない。いつもならアイスを食べて抑えるんだが、これは普段とは比べ物にならないぞ。このままだともっと効果のあるものが必要だ。例えば氷スライムの液体とか、氷トリックフラワーの蜜とか。冒険の途中で集めたものか。それだと鮮度が落ちていて効果があまり望めないかもしれない。素材としては使えるだろうが、純陽の体を抑えるのは難しいだろう。頼む、すまないが僕は少し休ませてもらう。冷静さを保ち続ければそうすぐに悪化することはない。
一人で歩き回るのは危険ですよ。だってどんな人間に会うか分かりませんから。いや、もしかしたら人間ではないものに会う可能性だってあります。おや、落ち着いてますね。川沿いを歩くと靴が濡れるのは避けられないっていうことわざを知っていますか？陰に満ちた場所を歩いていると普段は見えないものが見えてきてしまうかもしれませんよ。もしそれを一度でも目にしたら悪夢のように絡みついて一生離れなくなるんです。いやいや、どうしてそんなに冷静なんですか？普通の人なら話の途中で怖がって逃げるんですけど。あるにはありますが、衣装が厚くて。それに人の恐怖心を上手に煽ることで雰囲気を演出し、怖がらせてこそが真の技巧というもの。私の見た目なんて関係ないんです。あなたみたいに怪談を信じない人はどんな手を使っても効果がなさそうですね。そんなわけないじゃないですか。さて、他の腰抜けを探すとしますか。あなたも早く友達のところへ戻った方がいいですよ。今頃恐怖に怯えてるかもしれませんからね。だいぶ良くなった。まだ少し陽気がざわついているが、少なくとも暴走はしないだろう。そうだ、素材探しの途中で新しい妖魔の手がかりを見つけなかったか？それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また勘違いしていたのか。ではここに留まり続ける必要はないな。あれは確かに妖魔が存在していた証だが、まだこの辺りにいるかはわからない。僕ももう少し調べたいと思っていたんだ。ああ、その通りだな。落ち込んでいる場合じゃない。二手に分かれた方が効率がいいだろう。僕には巡洋の体がある。だから近づけば妖魔に気づかれてどこか遠くに隠れられてしまう。逆に単独行動のお前は逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。ああ、それで行こう。僕が到着するまで時間を稼いでおいてくれ。僕はこっち、お前はあっちを頼む。さあ、行くぞ。お願いがある。
しょ。せんならもっといい方法で解決できるから、信じて。ダメかな。うん、お願いを聞いてくれてありがとう。あの水色の髪の奉仕、いい人だといいな。せんが彼を手伝う。あなたも彼を手伝う。そして、あなたがせんを手伝って。お前さ、さっきから妖魔だのなんだのってお客さんから苦情が入ってるんだが。そうですよ、そもそも奉仕が肝試し大会に参加して鬼はいないって言い回るなんて、どんな嫌がらせです。正直納得がいかない。この会場に鬼がいるのなら、参加者の安全をないがしろにして金を稼ぐのは道徳に反している。逆に鬼がいないとなると、このような雰囲気を作っただけの大会を開催するのは詐欺じゃないか。僕の質問にまともに答えようともせず、それで嫌がらせだと。だから肝試し大会っていうのはもともとそういうものなんだって。そんなしつこく聞かれても俺たちだって答えようがない。これ以上お客さんに迷惑をかけるなら、ここから出てってもらうからな。納得できる説明が聞けたなら、言われなくともここを去るさ。だが今この状況でここを去ってしまえば、妖魔を見逃したのと同じこと。助けてー、お化けだー、助けてくれー。おい、何があった。皆さんどうされたんですか。まさか本当に鬼が。そんなバカなことあるか。だがこのままだと怪我人が出てもおかしくない。みんな落ち着いてくれ。係の指示に従って行動すれば大丈夫だ。なるほど、妖魔ではなく幽霊がさまよっていたのか。その子が僕の危機を知り、わざとみんなを驚かして助けてくれたと。お前の話を聞く限りだと、確かに害のある存在ではないようだ。わかった、その子は人を傷つけないのだろ。今回は見逃そう。だがいつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕の責務に関わらず僕が責任を持ってこの手で払う。いや、これは僕の判断だ。すべて僕が背負う。では行こう。ここの主催者は僕たちがあまり好きではないようだしな。ん？どうした？僕は自分の善悪に対する判断を信じている。善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ、まさか僕のことを妖魔退治に固執する頭の固いやつだとずっと思っていたのか。そうか、僕はそんな風に見えていたのか。ああ、そうなのか、よかった。よし、じゃあそろそろ帰るとしよう。